それでは近畿大学国際学部国際学科グローバル専攻の総合型選抜 AO 入試のセミナーを始めたいと思います。今回のセミナーでは以下の点についてお話しいたします。まず国際学部全体の入学試験についてご説明いたします。国際学部では総合型選抜のほかに推薦、一般公募、一般前期 A 日程、一般前期 B 日程、そして一般後期があります。それぞれの入試方式や内容等の詳細につきましては近畿大学入試ガイド、もしくはホームページの入試情報サイトをご覧ください。次に総合型選抜について説明します。総合型選抜は志望学科に対する適性、可能性、さらに入学後の目的意識や情熱といった筆記試験のみでは判定しにくい素質を持った方に出願していただくための入試です。我こそはと思う人はぜひチャレンジしてください。募集定員は下記の通りとなっています。総合型選抜は選願ではありませんので他の入試制度にも出願が可能です。ただし東アジア専攻は総合型選抜を実施いたしませんのでご注意ください。次に出願資格、出願条件、判定方法について説明します。出願資格、出願条件についての詳細は要項に記載されていますが、ここでは概要のみを説明したいと思います。判定方法は書類審査、筆記試験、口頭試問の3つとなっています。ではそれぞれを見ていきましょう。まず出願資格です。出願資格は下記の3つのうちいずれかに該当しており、それを証明するものを提出してください。もちろん複数に該当する場合も問題ありません。1に書かれている中等教育学校とはいわゆる中高一貫教育のことです。次に出願条件です。こちらはいずれかの条件を満たしていれば出願が可能となります。またこれらを証明する書類も提出してください。注意点としては資格試験など毎年変更が加えられる場合があります。詳しくは入学試験要項の出願条件を参照してください。こちらも続きの出願条件となっています。次に判定方法と評価基準を説明します。筆記試験は日本語及び英語による小論文が各30分、口頭試問は日本語と英語で行われます。出願書類と合わせて総合的に審査し合格者を決定します。筆記試験の過去問につきましてはホームページで公開されていますので、そちらをご参照ください。こちらは過去3年間の実績となります。次に特待生制度について説明します。特待生制度は成績優秀者に対し授業料の全額免除と入学金免除の特典が与えられる制度です。まず授業料の全額免除ですが、選考基準の上位5位以内に与えられます。次に入学金免除についてですが、こちらは先ほどの授業料全額免除対象者を除く上位10位以内に与えられます。詳しくは入試要項をご覧ください。最後に今年度の総合型選抜のスケジュールです。以下の日程となっておりますので、くれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。なお試験要項、出願書類は近畿大学入試情報サイトから請求してください。ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。こんにちは。それでは、これから近畿大学国際学部グローバル専攻の総合型選抜、英語入試で、合格して、現在、東大阪キャンパスで学んでいる2年生の菅谷奈々香さんと、浮田三雲さんのお二方に話を伺っていきたいと思います。聞き手は国際学部の畑です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお二方に簡単にですね、自己紹介をしていただいて、なぜこの国際学部の総合型選抜入試を選択しようと思ったのか、そのあたりについてお話をお聞かせください。まず菅谷さんからお願いします。はい、兵庫県立伊丹高等学校出身の菅谷奈々香です。私が近畿大学国際学部の総合型選抜入試を受験しようと思ったのは、夏のオープンキャンパスに参加したことがきっかけです。実際に大学内を見学してみて、英語を学ぶための環境が充実しているなというふうに感じました。少人数での英語授業や充実した留学制度、いつでもネイティブの方と話すことのできる英語村などに惹かれました。また、オープンキャンパス当日、職員の方に質問ができるコーナーがあり、入試方法などについて丁寧に教えていただきました。私は面接が得意だったため、AO 入試という面接と小論文のみの受験ができる上に、国公立大学の併願校として受験をするのにいいなと考え、受験しました。はい、では浮田さん、お願いします。はい、京都市立日吉ヶ丘高等学校出身の浮田三雲です。私がなぜ国際学部の総合型選抜入試を受験しようと思ったのかというと、もともと高校の時から英作文や小論文を書くのが得意で、それを活かせる入試が国際学部の総合型選抜だったからです。もともと高校生の時に1ヶ月オーストラリアに研修に行く予定がコロナのせいで行けなくなってしまい、その時から留学がどうしてもしたいという思いが強くなりました。大学を探している時に、近畿大学国際学部は1年の後期か2年の前期全員留学でアメリカに行けるということを知ったので、ここの大 そこに魅力を感じて、ここの大学を受験しました。はい、この総合型選抜は筆記試験ですね、日本語と英語、それから口頭試問もあるんですけれども、受験対策といいましょうか、受験勉強はどういうふうにしたのか、このあたりについてお聞かせしたい、いただきたいと思うんですけど、菅谷さん、お願いします。はい、先ほど畑先生がおっしゃった通り、入試方法は英語と日本語の小論文と面接だったので、小論文は近畿大学が配ってくれた過去問題、英語入試の過去問題を解きました。時間を計って似たような題材で何度も文章を書く練習をしました。面接練習においては、学校の英語の先生方にお願いして、放課後に何度も練習をお願いしました。浮田さんはどんな形で頑張ったでしょう。私はもともと小論文の授業は高校の時に授業で取っていたので、小論文に関してはそこで対策をしました。英作文、英語面接に関しては、私の高校には、ネイティブの先生方がたくさんいらっしゃったので、その先生方にお願いして毎日練習をしてもらっていました。また自分では英作文を書くための語彙力をつけるために、毎日単語帳を使ってイディオムと単語を覚えました。なるほど。で、実際に受けてみて、どんな感想だったでしょう。浮田さん、緊張しました、それともリラックスしてできましたでしょうかね。私の場合はすごく緊張してしまって、日本語の面接の時は、私が習っていた習い事に関して、すごく面接官の方に興味を持っていただいたので、すごく話がスムーズに進んだんですけど、英語の面接に変わった時は、私が少し緊張してしまって、普段出てくるような単語も出てこなかったりしたんですけど、なんとかお話ができて、入試を終えることができました。筆記試験は難しかったですか。筆記試験に関しては何回も練習をしていたので、あんまり緊張はせずに、簡単ではなかったんですけはい。ど、時間内にしっかり書くことはできました。なるほど。菅谷さん、いかがでした。はい、
私も沖田さんと同じように入試当日はとても緊張したのですが、面接の時にはもう私を受からせろと、私を受からせないと損するぞっていうようなもう強い気持ちで挑みました。筆記試験の難易度というか、いかがでした？難しかったでしょうか？筆記試験の。筆記試験は緊張もしましたけど、その過去問題で何度も練習をしていたので、過去問題と似たような問題、同じではないんですが、似たような問題だったので、安心して落ち着いて時間内に解くことができました。で、まあ、お二方とも実際合格して、こうやって国際学部で今学んでるんですけれども、で、まあ、ちょうどアメリカからも留学して帰国したばっかりだと思うんですけども、国際学部での学生生活は充実してるでしょうか？菅谷さん、どうでしょう？はい、私は入学当初は英語の授業は少人数クラスで行われていたため、積極的に授業中に発言をすることを心がけました。また休み時間には空き教室を使って友達と授業の復習や課題をしたり、積極的に英語村にいてネイティブの方とお話をしました。私は留学先はミドルテネシー州立大学の方へ留学したのですが、留学中は毎月レベルテストがあるため、授業についていくのに毎日必死でした。また、レベルが上がるごとに、文法をメインとした授業から、アカデミックスキルを鍛えるためのプレゼンテーションやディスカッションを主体とした授業内容に変わっていったので、寮に帰っても毎日毎日その準備でとても大変でした。でも、現地の大学生と友達になり、ショッピングや旅行、イベントなどに行ったりして、とても充実した留学生活を送ることができました。ありがとうございます。浮田さんの方はいかがでしょうか？はい、留学に行く前、1年生の前期は、私たちはまだマスク生活だったのですが、菅谷さんがおっしゃったように、少人数で英語だけの空間で授業を受けれて、すごく、英語の4技能が向上したなと感じました。休み時間やお昼の時間には友達と前の近大通りに行ってお昼ご飯を食べに行ったりしていて、どっちも楽しかったです。留学中は私は最初の4ヶ月 ELS の期間はテネシー州に、いました。ELS の時は私がすごく苦手なプレゼンテーションが毎月あったので、それに苦戦したんですけど、他の国籍の方もたくさんいらっしゃったので、いろんな文化を学べてすごく楽しかったです。残りの後半の4ヶ月は、オハイオ州のシンシナティ大学に4ヶ月間授業を受けに行っていました。やっぱり現地での課題や予習復習がすごく大変で、休みの日もどこかに出かけられなくて、一日中部屋にこもって勉強していたんですけど、それも今しか経験できないことだと思って一生懸命頑張ってました。お二方ともね、非常にこう努力をしたと思うんですけど、将来の、進路とか、目標、夢などあると思うんですけど、そのあたりについてお聞かせください。では、浮田さん、お願いします。私の将来の夢はキャビンアテンダントさんになることです。私が目指しているのは日系の国際線なんですが、最近、今まで英語は勉強してきたんですけど、最近すごく中国語の需要も高まってきていると聞いているので、2年の後期から中国語を選択して、3カ国語目を喋れるように勉強したいのと、3年生から始まる、コミュニケーション実践領域には、元 CA だった先生がいらっしゃるので、その方の授業を取ったりして、コミュニケーション能力を高めていったり、支援になるために必要な知識をもっと吸収していきたいなと思っています。菅谷さんの目標いかがでしょうか？はい、私は将来航空管制官を目指しています。そのためにはまだまだ英語力を上げないといけないというふうに感じています。航空管制官という仕事は国公務員にあたるため、英語以外にも勉強しないといけないことが多いので、残りの学校生活も必死に毎日勉強していきたいというふうに考えています。また、近畿大学の国際学部は、他の国際学部がある大学とは違い、4年間の学生生活の中で、1年間の留学をした上で、
中学高校の英語の教員免許を取得することができるので、選択肢を増やすために現在私は教職の授業も取っています。また近畿大学のキャリアセンターでは、公務員試験や国家公務員試験対策のガイダンスや就職に関して手厚いサポートをしてくださるので、アメリカから帰ってきた現在、積極的に毎日活用させていただいてます。はい、ありがとうございます。それではですね、最後になりますけども、これからこの近畿大学国際学部のグローバル専攻総合型選抜に関心のある後輩たちに向かって一言ずつメッセージをお願いします。では浮田さん、お願いします。はい、夏に入って総合型選抜までもう少しになってしまったと思うんですけど、国際学部に入学すれば毎日楽しい学生生活、留学生活が送れるし、この生活は一生の思い出になるので、皆さんぜひ勉強頑張ってください。はい、では菅さん、お願いします。はい、英語入試は10月に行われるため、あと数ヶ月準備ができる期間があります。学校の先生方に面接練習をお願いして何度も練習をすれば、きっと合格の道は見えてくると思います。皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。お二人のこれからのますますのご活躍を期待したいと思います。それではこれで、2024年度近畿大学国際学部グローバル専攻の、総合型選抜の在学生のインタビューを終わらせていただきたいと思います。受験生の皆さん、近畿大学国際学部でぜひお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。